はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです。オベイミー抜きテスト、君へ送るハッピーサプライズ、実況パート3、やっていこうと思います。はい、分岐点がですね、バルバトスからの、プレゼント、ゲスト、夫婦、誰が来るのかお楽しみですね、みたいな感じのところで、こちら分岐していたと思います。じゃあ、2の P 見ていきましょう。ね、上はね、リトルデイに、通信がつながれていて、いろいろな人たちから祝福の言葉がもらえてないか、今後の展開がどうなったかってみたいなところか。さっき兄弟たちから聞いたなんか面白いゲームをしたそうで、そうなんですよ、聞いてください。やりましょう、ぜひ。そう、遊んでいるところを見たか、見たい、やってみたい、言いまし、いいですよ、やりましょう。2人もやってみる。はい、やりましょう。ソロモンはデビルじゃないけども、いい、ね、相手を頼めるかな。え、相手を頼める、その二人間でやるの、私に向かってじゃないの。ああ、構わない、判定は君に頼むよ。ソロモンとディアボロ結構遊び友達だよね。それに巻き込まれるバルバトス。お題が書かれたカードを借りてきたんだ。やる気満々じゃん。持ってきながら言ってきたの。さあピエトロ選んでくれ。もうやるしかなかったんだね、選択肢は。真ん中のカードを引く。目をつぶりながら引く。新しい、目をつぶりながら引いてみましょう。眠たそうな恋人に一言というお題か。眠たそうな恋人に一言、お題、眠たそうな恋人に一言。眠いなら膝を貸そうか。恋人に膝枕をしてあげたいと思っていたからね。遠慮することはない。膝大きそう、ふかふか。あー、イケメンの顔が下から上に眺められる。でも恋人に、恋人に対して、恋人に膝枕をしてあげたいと思っていたからね。どういった言い回しってなるね。無理して起きていなくてもいいんだぞ。君が起きるまでちゃんとそばにいるから。おやすみ、俺の愛しい人。あー、愛しい人が入ってるな。ポイント高しですね。判定はどうかな。あー、でもワクワクキラキラした目で迫ってくるディアボロさん。これどうでしょう。いや、ソロモンを選ぶんですけども、今までの過程ではほぼほぼママ以外は、チョイスした人以外は喋らなかったじゃないですか。なんで判定どうかなって言ってきたディアボロが喋らないってなるとめちゃめちゃ怖いんだけども。よし、ピエトロを消そうってならないかな。大丈夫かな、私の全権力を使って。君の心を動かせたようでよかったよ。はい、愛しい人はやっぱポイント高かったです。それにしてもいろんなお題があるんだな。ですね、他のみんなともぜひ遊んでみてね。バルバトス、ルーク、シメオもね、巻き込んでこの続きをやりましょう。でディアボロさんからの一言もあるんだよね。ない、消される。あー、消される。ディアボロとバルバトスが遠くの方で会話してる。承知しました、ぼっちゃまって言ってる。バルバトスが消されるんだ。あー、今頃いろんな業者に根回しされてるんだ。アイシングクッキー食べない？お、食べます。シメオも一緒に食べよう。お、この食べかけのクッキーはブブが食べたやつかな。シメオンとは、クッキーを食べる時間ってことね。それじゃ俺も一緒にいただこうかね。スタイリッシュだなシメオン。待って、シメオン、おっぱいはどうした。ちょっとその服脱ぎなさい、今すぐに。二人で食べるとさらに美味しいね。君のフォーマルはおっぱいを出すことじゃないのか。クッキーに合う紅茶はいかがですか。最強の紅茶来た。シメオンとバルバトスだ。ありがとうバルバトス、気が利くね。わあ、なんかここ気配り上手な二人。デモナスよりも紅茶の方が合う料理があるようでしたので準備いたしました。はい、クッキーね。さあどうぞ。ありがとうございます。日頃の疲れを癒すのにぴったりなハーブをブレンドした。あ、日頃疲れてるんでね、いろいろなことに巻き込まれてて楽しいですけども、そんな疲れて見える、ありがてえ。そんな疲れて見えるねえ。はいはい、とても、私疲れてたみたいです。なかなか自分じゃ気づけないもんなんですね。はい、そこに気づくっていうことですね。あなたは頑張りすぎるところがありますからね。今日のパーティーでたっぷり息抜きしてください。はい、もう息抜き万歳、息抜きしまくってます今のところ。幸せな時間を過ごさせていただいておりますとも。では EGI っていうことで、ルークは単体で来るのかな。はい、おいで。僕たちからお前にもう一つサプライズプレゼントが。なに、実は僕だって言ってくれたら一番サプライズプレゼントとして嬉しいんだけども、まあルークの右が空いてて僕たちって言ってるから、シメオンかな。ソロモンだった。のみんなで書いた寄せ書き、ありがとう。本当にこのパーティーが何のために開催されたのか分からないんだけど、
ですけども、私をサプライズ驚かせたいパーティーっていう感情パーティーですよね。新しい特別な時に送るんだ。そうですよ、寄せ書きありがとうね、一生大事にできるよ。ソロモンが教えたの主に別れの場面で送るね。はい、まあ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 、でもここはちょっと上の方を選んでみましょうか。ああ、噂で聞いたことがあったから。噂で寄せ書きを噂でそっか、長いこと生きてると寄せ書きっていう文化もね、ソロモンからしたらたった数年の出来事なのか。お前への感謝の気持ちを伝えるにはぴったりだろ。ぴったりだよ、ありがとうね、大切にするよ。せっかくだからそれぞれのメッセージを。え、みんなの前では恥ずかしくない？大丈夫、私は全然いいんだけども。本気？読むのは恥ずかしい。そうだよね、じゃあルークのだけ思うな。それなら俺とシメオンだけ思うか。いや、ここは負け込み時間でみんなで後でゆっくり読むよ。読んでほしい、読んでほしい。はい、読んでください。じゃあ俺から読むね。カモンベイベー。君のおかげで毎日とても楽しいよ。君も毎日楽しかったら嬉しいな。普通に感謝だった。でも大丈夫かな、多分シミオンと会わない日もあるんだろうけども、それも込みで毎日と。今日ピエトロと会えなかったけども、今日も楽しかったなって思ってくれてるんだね。素敵な君に。お、心からの感謝。ありがとう、私もおっぱいが素敵なシミオンに心からの感謝を。次は俺だな。カモン、お師匠。君がかけがえのない存在になるなんて出会った時には想像もしてなかった。本当に？そんなに私ゲのゲみたいな扱いで見てたの？もう君のいない毎日なんて考えられない。楽しい毎日をくれて。はい、2人から毎日という言葉を4回もいただきましたね。もっとか。いいメッセージだな。うん、感動してる。ルーク可愛い。胸がジーンとした。ルーク可愛い。僕のはまた後で読んでくれ。僕も心を込めてメッセージを書いたから。はい、ピエトロへ言って読みたいな。あー、読ませてください。まあ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 、ここはねルークの意を汲んで、はい、後でじっくり読んで一粒の涙を流しましょうか。私とバルバトスからもまだ。何何、まだあるの？帽子が欲しいです。ちょうどそこにいい帽子がありますね。もう花もらったよ。やったー、もう花もらったよ。はい、お金持ちはやはりいろいろくれるんですね。いつもらっても嬉しいですね。たくさん送りたくなるほどあなたへの感謝が尽きないのです。おお、なんかバルバトス声のねノリがいいね、マイクノリ。私とバルバトスからのプレゼントは。なんだい？私が所有するうわはリゾートの招待状だ。誰と行くやつですか？3人ですか？ボッチャマとあなた。うん、そして私。いいですね。兄弟たちにバレずに行けるかな、そこだけが問題だな。3人だけでというのもいいだろう。新しいね、いいですね、行きたいです。山と海がありますが、どちらがいいですか？山と海。うわ、選択肢。私のおすすめは海だよ。3人で日が沈むまで遊びたいな。ディアボロ殿下様が海って言ってるのに、私のおすすめは山ですねって、まさかバルバタス言うの？こら、山をおすすめします。こらこら、あなた今主人に対して反乱を起こしてるんだよ。ここはね、殿下の方をちょっとね立てましょうかね。なら海で決まりだ。よかったよかったね。ちょっとでかくなった殿下が、いつもの圧が来た。マリンスポーツやクルージング、はい、一緒にしたいことがたくさんあるんだ。これでバルバトスを選んでいたら、バルバトス君は私の意を組まなかったねってなるよ。解雇だよ。計画を立てるよ。ありがとう、楽しみましょう。はいね、サプライズパーティーにサプライズプレゼントとサプライズゲストで、本当にサプライズの塊みたいなイベントだな。二の愛、その中でもやっぱフルボイスが一番のサプライズですね。では改めてみんなで乾杯。乾杯。どうしよう、一足先に乾杯してしまった。僕たちはさ、お前と普段は一緒に生活してないし、過ごす時間も兄弟たちに比べたら短いけど。はい、なんかルークがとてもすごい真面目な一言で語りかけてきたけども、でも胸を張って言えるくらい君のことを大事に。アルファベットの方はあれですね、兄弟たち以外がメインなんですね。ありがとうね。そうでなければ今日ここには集まっていません。確かに。来なかったら悲しいな。そういう未来見たくないな。幸せ者だな、自分もみんなが大事。幸せ者だな、私って幸せ者だな。ピエを言い切るにはまだ早い。お、もっと幸せ。夜はまだまだ長いと。まあ、ここずっと夜だもんね。君がもうお腹いっぱいっていうまで幸せでお腹いっぱい。
どうしよう。それはたくさん幸せもらってお腹いっぱいなのか、お腹いっぱいになったから幸せなのか、まあ両方幸せではあるんだけども、一緒に素晴らしい思い出を作っていこう。はい、あなたと楽しい時間を。なんかエンディングみたいになってるけど大丈夫これ？僕、お前ともっといっぱい遊びたい。遊ぼうね、ルーク。まずは今日出始めに私の部屋で遊ぼうか。いつでも教えて、何でも力になるから。何でも。じゃあまずその服を脱いでください。多くのことを学んで互いに高め合っていこう。なんか一人一人メッセージくれる。どうしよう、なんか私消えるのかな。また来世で遊ぼうねみたいな、なんか締めっぽいよ。みんなありがとう、みんなありがとう。最後は感謝の一言で、締めくくりましょうか。顔が赤くないか。照れ照れ照れ、どう照れてる、私可愛い。とても喜んでいただけたようですね。感謝を伝える方も伝えられる方も、はい、幸せな気持ちになる。何の目的のパーティーなのかはまだわからないけどもね。まあみんなよかった、みんな幸せなら OK です。はい、ということで、2の愛、下の方はですね、ここで話は終わりみたいな感じですね。やはり上の数字の方が、ゲストが来たっていうところが続いていく感じでございますね。はい、君へ送るハッピーサプライズ、実況パート3でございました。またねパート4、多分アルファベットあったらパート5まであるのかな。はい、まだまだ見ていただけたら嬉しい限りでございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。